いいよね。夏は祭りの季節。いろんなところで催し物をやってるわね。ゆっくり料理界隈でも例外ではないわ。私たちもお祭りを開催するわよ。その名もゆっくり料理祭。ゆっくり料理実況者たちで行う祭典。今回はチームバトルをやるわよ。3人1組のチームを作って競い合うわ。今回の参加チームもすごいのよね。一体何チーム参加してるのかしら。全11チーム、参加者は33人よ。多すぎわロタ。私たちは運営だからバトルには参加しないけど、この動画で少しでも盛り上げていこうと思うわ。やっぱり運営でも動画上げたいわよね。ちなみに今回の画像は J チームのゆっくり食い倒れさんとの共同制作です。とか言ってレミーの仕事はこの可愛い背景の上からアイコンと文字載せただけじゃない。なんてこと言うんだ。私だって仕事しましたアピールして評価されたいじゃない。デスの極みスカーレット。まあそれは置いといて勝敗はどうやって決めるの？チーム3人の合計ポイントで勝負を決めるわ。ポイントは再生数 ×1。高評価数 ×2、プラス運営からの評価ポイントで採点するわよ。運営1人の持ち点は最大100ポイント。つまり1チームに対して最大900ポイントの配点になるわね。これを計算してチーム全体の得点を出して、合計点が大きいチームが優勝よ。運営ポイントの内訳は動画の質や面白さなど。つまり高得点を狙うためには動画のクオリティを上げるのが鍵ね。今回はなるべくチームバランスが平等になるように、6月時点でのチャンネル登録者を考慮して編成したわ。まあこんな感じで例を作ってみたけど、伝わったかな？視聴者の皆様は普通に動画を楽しんでくだされば OK です。投稿日は8月13日の18時、全チーム一斉投稿よ。集計期間は動画公開から1週間、チームと視聴者が一丸となって盛り上げていければ幸いです。というわけで私たちも作っていくわよ。今回のテーマは夏。夏にちなんだ料理やドリンク、デザートを作っていくわけね。私が作るのはスイカのソルティドッグ。夏の風物詩、塩スイカをカクテルにするのね。材料はめっちゃシンプル。ウォッカ、スイカ、食塩。なるほど。塩スイカにウォッカぶっかけたらできるわけね。大体そうだけど違う。じゃあ気を取り直して作っていくわね。まずはスイカをカットしていくよ。皮がちょっと硬いけどなんとか。使う量は半分ぐらいかな。後でミキサーにかけるから切り方は適当に。だいぶ苦戦してるわね。包丁そろそろ研がなきゃ。とりあえず切れたので次の工程、皮とか肉を切り分けておきます。この時皮に近い位置で切ると青臭くなるからほどほどに。こんな感じで全部切れました。次は種を取っていくよ。ここが一番大変ね。スイカは種が多いし。一応ある程度は取ったけど、細かいところはミキサーの後に茶こしか何かで取るわ。というわけでミキサーに移していくよ。なるべく全部使いたいから2、3回に分けてミキサーにかけていこう。残りのやつも入れてまたミキサーにかけます。できたスイカジュースをこしていくよ。前から思ってたけどそれ味噌こすやつよね。まあこせたら何でもいいのよ。やっぱりスイカは果肉が残っちゃうわね。ザラザラした部分がいっぱい溜まってるわね。とりあえず全部抽出できたわ。次はいよいよカクテル作り。まずはウォッカ。使うのはスミノフ。ウォッカは 20ml 入れるよ。次はさっき作ったスイカジュース。スイカジュースは 40ml。で、今気づいたけどこれ注ぐ前に混ぜておいた方が良かったわね。そこの方にスイカの濃い部分が沈んでるわね。次はグラスの縁に塩をつけてスノースタイルにするわよ。お皿に塩を出して、グラスの縁にスイカの汁を塗りたくってきたわ。なんかやだなその表現。今回は半分だけ塩をつけるハーフスノースタイル。スノースタイルにするときは、縁から少し下にかけて果汁を塗っておくとうまくつくわよ。こんな感じで半分にだけつけました。では皆様お待ちかねのシェイクの時間よ。グラスに氷を入れておいて。今回は丸氷ね。シェイカーにも氷を入れてきたわ。なんかこのセリフも久しぶりな感じするわね。行くぜ行くぜ行くぜ。あとは余分な氷や果肉が入らないようにこしていくわ。完成。
カのソルティドッグ、完成よ。お疲れ様でした。スイカのいい赤色が出てるわね。じゃあ早速飲んでいくわね。まずは塩のついてないところから。乾杯。感じだわ。日中からお酒飲みながらスイカ食べてるみたいな背徳感があるわね。おっさんなのか子供なのかよくわからないシチュエーションね。あとやっぱりスイカ特有の青臭さがあるわね。スイカジュースを作るときは真ん中あたりの果肉を使わないといけないわね。じゃあ次は塩がついた部分で飲んでみましょう。お、やっぱりこっちの方が美味しい。青臭さもかなり軽減されるわ。塩の存在はでかいわね。夏を存分に味わえるカクテル、みんなも試してみてね。というわけでゆっくり料理祭のプレ動画でした。ゆっくり料理祭本編は8月13日の18時から、全チーム一斉投稿よ。あなたの推しチャンネルの応援はもちろん、新しいチャンネルの開拓にも役立つと思うわ。見た際には高評価もぜひ。投稿者、そして視聴者が一緒になってゆっくり料理を盛り上げていきましょう。私も運営の一員として参加者の動画の評価頑張るわ。この企画にはゆっくり料理動画を増やす目的の他に、投稿者の動画のレベルアップが狙いでもあるのよね。チーム戦だから嫌でもクオリティ上げないといけないし、少しでも投稿者のモチベーションが上がると嬉しいわ。決して上から目線とかそういうのじゃないから、そこはご了承ください。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。また見てね。